마이카! 怒ったぞクモリン、みんなで食べよそんなこと言ったって、もう全部食べちゃったもん食いしん坊がすぎるぞお腹空いてたのにクモリン、ごめんなさいしないとやだもんそんなこと言うなら、怒った顔だ僕もだ僕もそれ怒った顔なのそんなことするなら僕だって怒っててもバナナ食べてるむむ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 むタイムがグモリンのところに行って話をしよううんそうしようよ確かあっちに行ったなグモリン今行くよおいグモリンあれいないな一人でかくれんぼしてるのかじゃあ僕たちが鬼だねここか？クモリン？あー、いたー！本当か？クモリン！え、それクモだよ！そっくりだね。ここってどこかに行っちゃったのかな？お部屋に戻ってたりして。確かに！部屋に戻ってクモリンを探そう！そうだな！返事がないなここにいるかもそこには入れないでしょじゃあここかここも無理ここはどうだああいないおかしいなもう一回外を探してみよううん行ったり来たりだねなかなか見つからないなあ。ああ、見つかったか。バナナの皮を見つけたよ。バナナの皮か。ちょっと待って。バナナの皮があっちまで続いてる。クモリンがバナナを食べながらここを通ったのかも。じゃあこの道を進めば。クモリンがいるかも。よし、行くぞ。クモリン！あ、みんな！心配したんだよ！みんなに謝りたくて、ポリンキーの代わりを探してたら、バナナの木を発見したんだ！うわー、すごーい！クモリン！さっきは怖い顔してごめんな。僕の方こそ、みんなが頑張って作ったポリンキーを全部食べちゃってごめんなさい。いいんだ、クモリン。気にしないで。これで仲直りだね。うん、仲直り。それじゃあみんなでおやつタイム。ポリンキーあるんかーい。僕嬉しくて歌っちゃうよ。歌？おやつタイムが楽しくなるあの歌だね。おお、あの歌か。あの歌って何何？僕知ってるよ。今日も元気に困ったレブーでしょ？それは違うな。違うの？その歌もハッピーだけど、もっともっと
ハッピーな歌なんだよ。気になる。それじゃあみんなで歌っちゃおうぜ。お絵かき紙芝居。今日のお話は一寸法師じゃなくて一寸くもりん。始まり始まり。昔々あるところに、おじいさんのサンさんとおばあさんのつくもがいました。二人はとても仲良しですが、子供はいませんでした。二人は神様にお願いをしていました。どんなに小さい子でもいいです、どうかお願いします。かなといね。ある日のことです。お願いがかなって、かわいい元気な子が生まれました。それはそれは小さく、親指ほどの大きさでした。バナナバナナ。くもりん小さい。まあ、なんてかわいいな。本当じゃの。その子の名前は一寸くもりんと名付けられました。一寸くもりんはそれは大切に育てられました。いつしか元気よく外を遊び回るほどに。しかし体は小さいままです。くもりん大丈夫なの？一寸くもりんは空を飛びながら考え事をしていました。ある日、一寸くもりんはサンさんたちのところに行くと。おや、どうしたんじゃ？くもりんは張り切った顔でこう言いました。僕、都に行きたい。もっと広い町に行って働いて立派になるんだ。サンさんたちはびっくりしました。かっこいいよくもりん。それとお金持ちになってバナナいっぱい食べて。もうくもりんたら。二人はとても心配になりました。都は遠いわよ、歩いてどのくらいかかるか。しかし一寸くもりんは諦めません。川を下れば都に着くって鳥さんが言ってたよ。あの鳥さんかい。そうか、わかったよ。こうしてくもりんは都へ向かうことになりました。このお椀は船としてサンさんたちがくれたものです。気をつけていくのよ。あとこれも持っていきなさい。それは針の刀と船を漕ぐための箸でした。そして一寸くもりんは都へ行くためにサンさんたちの元を離れていきました。行ってきます。頑張れくもりん。一寸くもりんはどんどん川を進みます。雨の日も嵐の日も、お魚に食べられそうな時もありました。くもりん。そしてやっと都へ着きました。一寸くもりんが最初に行ったのは、それはとても大きなお屋敷でした。誰かいませんか？大きな声で呼びかけると、誰かいるの？なんと大臣の BB がやってきました。何か声がしたような。ここだよここ。くもりんどこ乗っかってるの？一寸くもりんを見てびっくり。なんて小さいんだ、よくここまで来たね。僕は強いんだ。たくましい一寸くもりんを見て、ビービーは仕事を与えることにしました。やったね。一寸くもりんはお姫様のお守り役になりました。よろしくねくもりん。僕に任せて。ガッガッガ。な、何かいる？ある日お姫様とお散歩をしていると、あ、雨だ、早く戻らなきゃ。その時です。目の前に大きな鬼のノイズがやってきました。ガッガッガ。大変だ。ガッガッガ。姫をもらいに来たぜ。屋敷も家来も全部俺様のものだ。ノイズはお姫様を奪って屋敷を乗っ取ろうとしています。怖いよ。そんなことさせないもん。なんだお前は。この僕がお姫様を守るんだ。鬼なんて怖く。わあ、くもりん。なんと一寸くもりんはノイズに飲み込まれてしまいました。これで邪魔者はいなくなったぜ。くもりん、どうなっちゃうの？
いて、腹が痛えよ。いて。何が起こったの？なんとイスンクモリンは体の中から針の刀でつついていたのです。いやーいやー、やめろー。ノイズはイスンクモリンを思いっきり吐き出しました。そして雨の中、イスンクモリンは針の刀を振り上げました。ノイズー。すると刀に向かって大きな雷がズドーン。必殺稲妻切り。クモリン、大丈夫なの？うわあ、覚えてやがれ。ノイズはびっくりして逃げていきました。ありがとう、クモリン。クモリン焦げてる。ノイズが逃げた後、何か落としていったようです。あれ、これなんだろう。私知ってる、うちでの小槌っていうの。これは何でも願いを叶えてくれるよ。クモリンの願いって何？僕、大きくなりたい。あと、バナナいっぱい。クモリン欲張り。じゃあ、待っててね。お姫様は一寸クモリンに小槌を振りました。大きくなれ、大きくなれ、大きくなれ。一寸クモリンは大きくなり、立派な青年になりました。ありがとう、お姫様。クモリン？こうして一寸クモリンはお姫様と幸せになりましたとさ。バナナも大きくなーれ。何してるの？めでたしめでたし。紙芝居が好きな子はグッドボタン。はい、私大好き。うわー、大きくしすぎだよ。ねえねえクモリン、僕とにらめっこしない？僕強いよ。にらめっこしましょう。ハラウーと負けよ。あっぷんぷん。ちょっと何それ。僕の勝ちだね。僕とゴリラさんの顔を描いてバラバラにしてパズルにしてみたんだ。面白い。他にも人の顔を描いて口を入れ替えれば。原始人さんみたいに言わないでよ。そうだ、クモリンも作ったよ。僕も変な顔作りたい。作ってみてよ。どうしようかな。あ、この動物さんはどうかな。のんびりなところが僕に似てるよね。チョキチョキっと。あ、いいこと思いついちゃった。もうできた？嫌な名前。ねえねえ、この遊びでへんてこ動物園作ろうよ。それ楽しそうだね。どっちがへんてこ動物さんが作れるか勝負しようよ。みんなも面白い動物さんが作れるように応援してね。びっくりさせちゃうもんね。そうだ、動物さんたちの面白いところを集めてみよう。この動物さんも、この動物さんもいいね。あとはこうしてこうしてこうして。僕はお魚さんを混ぜてみよう。お魚さんといえばマグロさんだよね。マグロさんにはクラゲとかタコさんがいいかな。いや、あれにしてみよう。ねえねえ、サンサンできた？うん、待っててね。これが僕のヘンテコ動物さん。なにこれ。ペンギンさんとパンダさんとネズミさんを混ぜたペンミさん。ちょっとおじさんぽい。残りのパーツで仲間のパズダくんとペンギンちゃんもできたよ。かわいい。ペンミさんたちに勝てるかな。じゃあ今度は僕ね。僕のへんてこ動物さん、マグロちゃん。変なの。マグロさんとひよこさんを混ぜてみたんだ。海も地面も歩けるんだよ。
つあるし。これはバナナを食べるための花だもんね。それじゃヘンテコ動物さんたち集合。ペンミさんが僕を睨んでる。一番のヘンテコ動物さんはどれか、みんな LINE で教えてね。見てみて。わあ、これクモリン。これはね、クミカイオングシ。そうだ。紙芝居が好きな子はグッドボタン。今日のお話は浦島太郎じゃなくて浦島さんさん。始まり始まり。昔々、海の近くの村に浦島さんさんという心の優しい青年がいました。いつも魚を釣りに海へ出ていました。それでそれで、よし、今日もいっぱい取るぞ。浦島さんさんは海で魚釣りをしていました。今日も大量だ。バナナも釣れるの？浦島さんさんは魚を持って岸に戻りました。砂浜を歩いていると、あれは何だろう。遠くに何かがいるのを見つけました。浦島さんさんは慌てて近寄りました。なんと、そこには大きな亀がぐったりとしていたのです。うー、お腹がすいた。バナナ、バナナ。クモリン。動けない亀のクモリンを見て、浦島さんさんはさっき取れたバナナを食べさせてあげることにしました。はい、このバナナをお食べ。バナナだ。もぐ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 。クモリンはバナナに飛びつきました。クモリン落ち着いて。お腹が空いてたクモリンは魚も全部食べてすっかり元気になりました。あー、お腹いっぱい。よかったよ。そんな。元気になったクモリンはすぐ海へと帰っていきました。もぐもぐ、ありがとう。じゃあね。気をつけてね。なんて勝手なカメさんなんだ。ある日、浦島さんさんがいつものように魚釣りをしていると、浦島さん、浦島さん、海の中から何やら恐ろしい声が聞こえます。え、なになに。バシャーンと海の中からカメの姿が。浦島さん。なんと、その声は前に助けたクモリンの声でした。驚かさないでよ。クモリンは浦島さんさんにこう言いました。助けてくれたお礼がしたいから背中に乗ってよ。海の中にお城があるんだ。海にお城。話を聞いた浦島さんさんはクモリンの背中に乗って海の中へ。ワクワクする。海の中はとても広く、サンゴが揺れて魚たちも元気よく泳いでいました。本当に海の中泳いでる。綺麗だね。え、バナナも泳いでる。そして海の底には、それはそれは綺麗なお城がありました。ここが竜宮城だよ。竜宮城。竜宮城の前には、それはまた綺麗なお姫様がいました。クモリンを助けてくれてありがとう。クモリンはこの城の使いなのです。浦島さんさんはとても驚きました。プリル。お姫様のプリルはクモリンを助けたお返しにいっぱい料理をご馳走しました。いただきます。もぐもぐ、おいしい。クモリン食べてるし。魚たちも踊って迎えてくれました。クモリンも踊ってる。すっかり楽しんだ浦島さんさんは、次の日もまた次の日も竜宮城で過ごしていました。ずっと踊ってたの？しかし、そんな浦島さんさんも村のみんなのことが気になり始めました。浦島さんさんはみんなに言いました。僕、村に帰ります。みんなとても悲しみました。そんな、寂しいよ。しかし帰る気持ちは変わりません。そこでお姫様が浦島さんさんに箱を渡しました。お別れの前にこの玉手箱をあげるね。だけど村に帰っても絶対に開けないでね。ありがとう。何が入ってるんだろう。
そして浦島さんさんはくもりんと一緒に村へ帰っていきました。村の近くの砂浜についてくもりんともお別れをしました。浦島さん、ありがとうね。浦島さんさんは久しぶりに帰ってきました。村に帰ったよ。そっと振り向いてみると、なんと前に住んでいた村はなくなり、見たことない未来の建物が並んでいるではありませんか。空には車が、街はロボットと人が話しています。竜宮城にいる間、村では100年いや何千年も時が経っていました。本当に浦島さんさんはがっくりとしました。どうしよう。その時、目の前の玉手箱が目に入りました。これは何だったんだろう。それって開けちゃダメなんじゃ。なんと浦島さんさんは約束を守らず、玉手箱を開けてしまいました。ダメだよ。すると、なんということでしょう。浦島さんさんはおじいさんの姿をしたロボットになってしまったのです。どうなってるの。浦島さんさんは大慌て、慌てていろんなボタンを押していると、ロケットになって町の空へ飛んでいきましたとさ。僕すごい。どこ行っちゃうの。めでたしめでたし。クイズタイム。浦島さんさんは亀のクモリンを助けるために何を食べさせてあげたかな。 LINE で教えてね。すごいお話だったね。そうだ。わー、ガリル今日のお絵かき。